どうも、ババキリウダでございます。今回は PS5 にまだも死にゲーな FF、FF オリジンの体験版が出ていたので、プレイした感想を語っていきたいと思います。ということで早速ですが、まずはこの作の体験版で追加されたことを話していきたいのですが、こちらはまずステージが1つ、仲間が1人追加されたほか、ジョブ選択が前回の体験版より3種類使えるようになっていました。新ステージは前回の体験版でプレイした謎の城をクリアした後行けるようになっており、ステージ構成は行ける場所や登場する魔物がギミックによって変動するという少々迷いやすい作りではありながらも、こちらのプレイを飽きさせないようにした作りとなっていました。またこのステージは属性という要素がとても強いステージとなっており、最後にはその属性を具現化したボスが現れたのですが、そのボスも戦っている最中は今までのパターンを見極めるといった部分にさらにこちらの読みを見抜いた行動、例えば本来はただの3連続攻撃なのに最後の攻撃だけ違う攻撃にランダムで変わるといった仕様があったりしたので、新規性は抜群にあったと思いました。もちろんその中でも FF っぽさというかファンタジーっぽさがあったのは確かなので、そういったところはとても良い作品といった感じがありました。で、続いて仲間についてですが、こちらは前回倒したガーランドに扮していた唯一の女性キャラクターで、今回は主人公たちと共にカオスを倒す旅に出る仲間となりました。で、お次に追加された要素であるジョブですが、こちらは格闘、探検士、そして割とオーソドックスな剣士スタイルの3種類が登場したのですが、これらのジョブはどれも近接特化といった感じで、遠距離なジョブは今回もありませんでした。ただこのジョブたちは使ってみると非常に爽快感があり、前回登場した体験や魔導士ジョブなどに比べると動きがかなり速い感じがありました。特に格闘スタイルに関してはリーチは短いものの操作していて非常に気持ちのいい感じがありましたので、死にゲーでありながらも割と爽快な戦いが楽しめるのではないかと思いました。あと個人的に好きだったのは剣士スタイルなのですが、こちらもオーソドックスではあったのですが、装備の見た目がザ・ファンタジーといった感じで、操作面も堅実な感じがあったので操作していて非常に面白かったです。探検士はとても扱いやすく、おそらく一番人気が出るのではないかと思われるほど強い武器ではありました。ただ個人的にはあまりにも使い勝手が良すぎたのでそこまで使うことはありませんでした。格闘スタイルで戦うのが一番面白かったです。ちなみに今作はその他新要素としてサブミッションなども追加されていました。ただこちらの要素は少々仁王っぽい感じがしたのと、ただ単に敵を倒していくといった単調なものしか今回は用意されていなかったので、そこまで新規性があるかと言われるとなかった感じです。また今作は今回少しだけストーリーを確認することができたのですが、ただこのストーリーは話の途中で急に主人公がスマホのスピーカーで音楽をかけ始めたり、会話中カオスという言葉を連呼しまくるようなストーリーとなっていたため、正直なところ見ていてかなり痛い感じがありました。大人な FF はもちろん中二病というくくりでもだいぶやらかしている感じが強かったです。まさに本当の黒歴史なストーリーといった感じでした。なので個人的に今作はストーリーにはあまり期待していません。では続いて前回から変わった点についてですが、こちらはまず敵の最大ブレイクゲージが必殺技などで削れるようになっていたり、ハリーがスタミナゲージ内であればずっと使えるようになっていたりと、一見だけで前回よりも変わったのが伺えるようになっていました。特にこのパリー要素は前回はもちろん仁王と比べても使い勝手が変わっていたため、非常に新規性あふれる感じがありました。また今作は仲間が前回よりも強くなっていたり、仲間に詳細は不明ですが指示を送れるようにもなっていたので、そういったところも新たに変わった部分となりました。あとその他今作は難易度調整にさらにライトユーザーでもできるよう非常に簡単なモードを用意していたり、マルチプレイも遊べるようになっていました。ただ今作は今回仲間が3人いるにもかかわらず一緒に連れていけるのが2人だけであったり、戦闘時のセリフが同じだったりしたので、そういったところは調整が入るかどうかはわかりませんが少々気になったといった感じでした。あとはやはり全体的に仁王っぽさが強いため、そういったところもこれから調整が入るのかなといった感じです。個人的には戦闘自体はかなり面白い作品なので、そういったところはハマると思ったのですが、ただ FF ユーザーがついてくるかどうかと言われると何とも言えない作品といった感じでした。 FF15 がきついと思った人は避けた方がいいかもしれません。ちなみに今作は細かい部分ではありますが、グラフィックや雑魚的のアクションなどにも調整が入れられたそうです。ということで今回は以上です。
今作はまた別の意味で話題を生みそうな作品といった感じが強いんですが、ゲーム内容自体は面白いので、できる人はぜひともプレイしてみてください。ということで、それではまた。